teardrops start to dry. Even when the sun begins to shine again, we're taking all the advice there is and none of... おはようございます。ポジティブマインドの作り方ラジオの春菜です。30歳 IT 企業役員をしながら YouTube で今更聞けないお役立ち情報や社会人 Vlog の発信をしています。私の場合だったらまず最初5分体温を測る、その後トイレに行く、でその後もうそのヨガマットを敷いて、ヨガマットを寝る前に敷いて寝てるので、起きる時間が変わってしまうとその体内のリズムが狂ってしまって朝余計起きれなくなったりとか、はい、準備完了です。今日は朝ウィブ会議があって、でその後訪問、お客さん先に訪問して、で午後はセミナーという予定なので頑張っていきたいと思います。ちなみに今日の服装はこんな感じで、上は白のユニクロのトップス、ちょっと肌寒くなってきたんで長袖 で下はこのグリーンの綺麗な、形が綺麗なパンツです。このブラックのジャケットを着て着たいと思います。行ってきます。打ち合わせが長引いてダッシュでこれから移動します。すいません、お待たせしました。すいません。美味しそう。いただきます。いただきます。おいしい。昔やったらね私一回買いましたよ。そうだ、美味しかった。スイートポテトみたいなと。すごい紅葉。これが
オレンジに赤くなってきて、取ったんですかネギ、収穫、収穫済み。パセリめっちゃすごい。パセリ、これってあれですよね、サラダに入ってるサニーレタス。すごい。これは、これはえ、ブロッコリー、これ中もうなってるんですか。これからへえ。金魚、春になったらまた花がいっぱい。あ、そっか。皆さん改めましてこんにちは、タンドフロンティアの中山と申します。本日はお忙しい中弊社ウェビナーにご参加いただき誠にありがとうございます。はい、帰宅したのでこれから簡単ご飯を作っていきたいと思います。こちらのスンドゥブ、これを使って簡単チゲを作ります。今日はこれからちょっとオンラインです、オンラインの英語のレッスンを受けます。楽しみ。時間がやばい。終わりました。今10時半なので今からお風呂に入って、はい、また寝て少し作業をしたいと思います。マジでめっちゃ寒くなって
なんかいろいろと行動力が落ちてる気がするから、気合を入れ直して頑張ります。ちょっと頼んでいたキーボード、新しいリアルフォースのキーボードが届いたので、それの開封をしようかな。お風呂入って早めに寝たいんですけど、ちょっと開封しちゃいたいと思います。こちらに変更します。かわいい、かっこいい。Thank you.